どうも、しのこです。今回もアイドルミニアやっていきたいと思います。パート9ということでですね、アイドルミニア、ですね、バージョンアップしまして、現在ですね、まあ、夏に行っています。はい。まあ、バージョンアップした、まあ、バージョンアップってあれですね、まあ、ダウンロードコンテンツでバージョンアップしたよみたいな感じなんですけど、まあ、まあ、現時点でね、今しね、僕がやってるバージョン、まあ、追加コンテンツ買ってませんで、一応バージョンアップ前かな。あとその、まあ、追加コンテンツ適用してない状態で、実況しております。ってことだけね、最初にお伝えしておきましょう。ですね、現在ですね、第二採掘場のまあ、パイプをね、まあ、購入して、いっぱいつなげて、ちょっとね、自動化を目指そうねっていう形になっています。まあ、第二採掘場もね、まあ、自動化目指して、やっていこうね、みたいな感じですよ。はい。ん？で、現状ですね、鉄ですね、結構、まあ、毒が害で貯めた鉄をですね、結構売りまして、今どんぐらいだったかな？結構ね、鉄がですね、ありまして、なんか10万ぐらいでね、まあ買い取ってもらったので、まあそのお金をね、まあ元手にしつつですよ。今11万持ってるからね、あ、ちょっとこのお金置いていくのちょっとさすがにおじさんごめん。これはダメだわ。10万はね、置けないわ。ごめんね。今回許して、うん、ちょっと許してね。さすがに無理、置けんわ。ごめんなりさ、10万あるだったらね、ちょっとぐらいの住んでやろうかとかね、思ってるかもしれないけどごめんね。さすがに10万は置いていかんよ。まあ、少額だったらね、置いていくんかっていうわけでもないんですけどね。まあ、現に置いてはだ。おいしょ。さあ、積み上げていきましょう。乗れないな。乗せれないので、ちょっと一旦これを、ここに、ほいやと、ほいやと、ほいやんじゃ、置きまして、あとは、はみ出たやつを回収していく。で、ここに乗せていくというね、そんな感じですね。いやーねー、まさか、ダウンロードコンテンツをね、あるなんて思わなかったからね。びっくりしてるよーって。まあまあ、そんな感じなんですけどね。ほい。さあ、だいぶ勝ったからね。これで第二採掘場もどうにかなってくれないかな。まあ、ベッドコミも買わないといけないんですけど、それはまたちょっと一旦今度にしときましょう。では、出発。ああ、そうそう、この、車の運転方法変わったのでね、もう運転感覚ないのでね、もうボッコボコに走ってますけど、もうボロですよ。ごめんね。でも、新しくできた場所とかあるのかな、まあ、一旦第二採掘場行ってもいいかい？多分ね、こっちだったと思うんだ、第二採掘。いてそんなぶつかるか、そんなぶつかる。いきりでね。あれ、こんなんあったっけ？あ、これ元からあったか。はい、第二。採掘場にやってきましたが、怖い。ああ、待って、缶忘れた。ああ、何？なんか飛んだぞ。あ、そうか。工具を買ってねえんだわ、そもそも。ああ、道具箱を持ってこればよかったな。落とした、落ちた。あ、これ上がれるか？上がれる？あれ、上がれないんじゃねえ？あれ？あ、上がれた、上がれた。よかったー。じゃないんですよ。一旦ストップだな。
はい。あ、そっか、これは止めれないか。わ、なんかはみ出てるやん。だいぶはみ出てる。そうそう、ここをですね、多分もう、ピンパイプにね、しないと、ダメなんじゃないかってことね、分かったのでね。まあ、今回はここをね、ピンパイプにしていこうかなと思います。あれ？で、曲がるパイプ、必要だと思ったけど、あれ長いパイプが必要なのか。あ、これもう使いといかんとダメかもしれないです。再買い物しないとね、いけないかもしれませんね。まあ、まずはこれですよ。T 型ファイバーのパイプね。T 型パイプを、おー、蜜、あ、なんか蜜の花形変わったね。おいしょ、おいしょ、あ、ちゃう。あ、これ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 、ここ、これ、はい、あ、ちゃう。はい、つながった。で、これですね。これ、曲がりパイプね。あ、元栓も変えんとダメだ。元栓の存在忘れてるわ。あ、元栓買ってないわ。あ、いや、り直しです。元栓を買ってない。続いてない。あー、元栓を買ってませんでしたね。あー、なんで忘れちゃうんだ？なんで元栓買おうと思わなかったんだ？あー、もうよくわかんない。あー、元栓をね、買ってなかったなー。やっちまったねー、だよ。もう、どんくさいのがね、もう目に見えてわかりますよ。ああ、この人どんくさいね、とか言って。どんくさいのわかってるんです、わかってるんですよ、ってね。あっ。もう、どんくさいよ、って。いや、長パイプが思った以上に必要でしたね。いやー、それは気づかんかったなー。てか、前回のパートね、前回のパートがだいぶね、日付空いてるのでね、もう感覚がね、ないというね、もう前回のパート何やったんだったっけ、何かしたかなみたいな感じですよ。まあ多分前回のパートもこれやってると思うんですよね。第2戦、使用どうにか使用前みたいな感じですよ。はい。ああ、こう転がっていく。ああ、そこで重するくるんやらないで。違うよ。でよ。曲がりパイプ、あと、あ、でも、あと、あ、あと、ひ、あ、また、また、ま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 た転がる、また転がる。これ、あともうちょっとで、本当に、いけそう。外れてますね。平行感覚もないんでしょうね。もうしてこの目ね、あれでしたよ。メガネかけてもね、情報 1.0 なかったんですよ。あれ、視力悪くなってるな、言って。あらららららら、ですよ。あれ、こんな目悪かったっけな、みたいな感じですよ。あ、買ってる。あ、違う、買ってない。買ってなかったし、多分長いやつ当たらんな。長いやつ当たらんな。惜しいな。あとね、もう2個ぐらいカットればね、OK だったんですけどね。あ、サイド行かないといけません。よいしょ。でもあと、長いやつと、元栓だね。元栓さえ買えば、いけそうだな。多分下の方はね、全部あれなんですよね。ちゃんとしたパイプなんですよ。まあ、いい言い方悪いな、ちゃんとした。まあ、合ってるか、まあ、そんな感じで。これは、ダメですね。ほら、もうあとね、ここと、ここと、そこで終わりなんだよね。あ、待って、あるじゃん。ああ、ならちゃんと持ってきとったんだね。
ああ、落ちまーす。止まりました。さすがに、この状態で買えるのはもったいないけど、まあ、とりあえず、下のね、機械のやつを動かしたいのがね、まあ、第、まあ、本音、うん、ファーストミッションなので、一旦、戻りましょうか。で、元線と、元線だけでいいか、いや、元線と長いやつにいいか。元線長いやつに、できれば道具箱、できれば、磁石でひっつくやつがあればいいかなっていう形かな。さあバックで買えるのもね、非常にね、しんどいんですよ。酔うんですよ。酔いまーすってね。危ないですよ。あ、あ、落ちてきた。あ、おー、ちょっと、これいける？いける？立ったぞ。おー、復活。復活しました。なんで？すごいね。すごいよ。すごいな。あれ、待って、あんなんあった？あんな火山みたいなやつあったっけ？あれ？あそこが新要素か？追加コンテンツか？ダウンロードコンテンツ？DLC かい？半分ずつ買ってますね。あ、びっくりした。どうしたの？あ、ごめんね。私、常人じゃないんだ。ごめんね。ちょっとね、料理作れないんだ。ごめんよ。ちょっとね、コースで掘ることしかできないんだ。だから、諦めて。ごめんね。かわいそうな感じですけど。しょうがないんですよ。さあ、これで、この台座を乗せて、乗せて、パイプに、元栓に、を購入します。まあ、GD の数買わなくてもいいんですけどね、もうちょっと余分で、多めでね、多めに買っといても損はないんですけど、まあ、一旦、ぴったりでいいでしょう。で、工具箱あるよね、ここに。ん？まあ、一応買っとこう。で、あ、あったあった、これこれ。これがね、非常にいいんですよ。はい、これでお買い上げ1700円です。まあ、いいんじゃないかもしれないけどね。ハイドロコインね。だから、今は、あれだ、106,080 ハイドルあるんだ。1ハイドルをいくらだろうね。もう1ハイドル1円でもね、もう今10万円ですからね。やったーみたいな感じですよ。あー、どうしようかなー。10万あって何できるかなー。いや、貯金するかー、言って。まだ貯めとこうか言って。さすがにね、そうだとガッとね、大きな買い物はできないよ。何やるか分かんないからね。怖いよ。突然ね、まあ、崩れるかもしれませんからね。さあ、磁石付きの棒を手に入れましたのでね。これにまた一応回収作業はできると。で、出発しましょうか。はいはい、しますよ。あ、弱でしたね。あー、ぶつかります。あ、動けません。引きますよ。ごめんすいません。ごめんね。引きますよって怖いわ。何言ってんだよ、もうよ。通ります。動き今。ぶつかります。いけー、進めーですよ。さあ、これで右に曲がりまして、めっちゃ荒ぶり運転してますけど、セーフだからね。この運転はまだセーフ。おー、なんかぶつかった。
ぶつかった。薄めー。